皆さんこんにちは。フランス対トルコ、本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。現地の気候ですが、気温が29度、湿度が 64%、 よく晴れました。ただやや湿度が高いという感じですか？はい、それとね、今日のスタジアムも非常に盛り上がってますから余計に暑く感じますよね。さあ、両チームの選手がピッチへ入場します。さあ、どのようなマッチアップになるのか。キックオフ、フランス3トップのようですね。そうみたいですね。センターフォワード、ベンゼマ、そのまま行った。思いっきり打ってきましたよ。いや、いいと思いますよ。この後の組み立てが大事になってきますよね。硬い。さあ、一気にカウンター。シュート、これを決められない。しかし北澤さん、自分で行きましたね。そうですね、シュート前のドリブルもね、良かったんですけどね。リベリー、つながっていく。左サイド上がっていくところ、左サイドから、ベンゼマ、サイドチェンジです。一人で行く、抜けてきます。遠くへ蹴った。またチャンスですね。シュート、枠を捉えられません。ちょっともったいなかったですね。そうですね、でもうまく蹴りましたよ。ベンゼマ、中央から持って上がります。一人で持っていけるか。あとは1対1、一直線、シュート、これはどうだ。惜しいシュートでした。思い切って打ってきましたね。惜しかったですね。前半も15分が過ぎました。エムレ・ベロゾール、ハサン・カルドゥルム、左へ通りました。抜けない。ワンタッチでドリブルで上がる。右、エムレ・ベロゾール、ボールは戻り、
いませんでした。ドリブルで上がっていく。中の味方は3人。うわ、フランス先制点を決めました。得意の利き足、大歓声が響き渡ります。しかし一人でも1点先行しています。いや、しかしね、これで相手のモチベーションも上がりますからね。まだ分かりませんよ。真ん中から上がっていく。魚貫ギョニュル、前線には誰が張っているのか。右サイドからエブラ、ロングボール、トルコ、ドリブルで上がっていく。フランス現在1点差をつけています。ちょっとこの時間帯中盤を支配されてきているようですが、中盤を支配されてしまうとやられてしまいますからね。もう少しプレッシャーをかけた方が。ゴー、フランス、これで2点差。抜群の嗅覚を見せます。乗りに乗っています。一度弾かれたんですが、やはり見逃しませんでした。そうですね、こぼれても次いましたからね。画面でさあ、これで2点を追う形になりました。トルコ、いい形になりそうなところもあるんですけどもね。そうでしょうね。あとは最後に押し込むところの正確性ですよね。それにしても素早い展開から見事に決めてくれましたね。はい、あっという間でしたからね。左側上がっていきます。そしてうん、中に一人いる。素晴らしいディフェンス。前半残り5分を切りました。一人で抜き去る。中央から上がっていった。中には味方がいない。来た、わずかポストの左。いやー、北澤さん、いやー、決定的でしたね。完全にフリーになっていました。非常に惜しいプレーでした。ここは、次に期待です。ダイレクトで送る。中央から上がっていきます。キーパーと1対1。来たか。これはコーナーキックです。ゴール前うまく合わせたいですね。このボールどうだ。中には3人いる。シュート。ここで前半終了のホイッスルです。前半が終わりました。現在2対0です。見ていると前半の半ばあたりから急に激しくなりましたね。ねえ、前半の最初の頃はね、ほぼ互角の動きを見せたんですけどね。フランスとしては相手が徐々に精細を変えていくところをうまく切り込みましたよね。フランス、エリアの使い方が一方に集中しているようなんですが、これはどうご覧になりますか。そうですね、相手の隙をついた攻め方ができたということでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ、後半両チームどう出てくるのか楽しみです。前半戦が終わったところで2対0フランス。後半スタートです。エンドが変わって右にフランス、左にトルコ。
抜き去ります。中央上がっていきます。ベンゼマ真ん中から上がっていこうというところ、これはシュートする、いいですね。後半開始早々フランス思い思い追加点、ボールはクロスバーを跳ね入っていきました。本当にねちょっとしたことでこうなってしまうんですよね。一方的ですね。さあフランス、さあフランス3点差をつけています。一人上がっています。一人で持っていく、後ろへ預けた、渡ります。さあシュート、トプラク、セルチュク・イナン、エムレ・ベロゾール、ベンゼマ、フランスドリブルで上がっていく、おっといい形だ、と今度はどうだ、キーパーしのいだ。さてコーナーキックに変わります。フランスこのチャンスをものにしたい。誰に合わせるのか、このループシュートはこれはクリアします。右サイドだ、これは枠から右へとそれました。マトゥイディ今日の意気込みが感じられるシュートを放ってきました。あとは正確性ですね。クバーレ前には一人います。中に誰かいます。ゴー、フランスさらに突き放しました。黄金の右足、場内が大歓声に包まれます。いや彼の突破力は素晴らしい。自分でチャンスを作りましたね。うまく逃げながら、さあフランス4点リード。ポルトとしてはちょっともう厳しいですかね。もう4点差ですからね。カバイ奪います。ムリシャヒン、大きくクリア、カバイ取り返した、中央から持って上がります。再び奪い返した、ここまで走ります。一対一だ、シュート、いやそれにしても北澤さん一人で持って上がりましたね。はい、いやいや強引な感じにも見えますけどもね、ああいった攻めも時には有効なんですよね。あと少しで後半30分、ベンゼマ直接行った、決める。後半の30分、フランス思い思い追加点、左足、サポーターが沸いています。最後は落ち着いて決めてきました。本当ねシュート選手が素晴らしいですよね。ベルコちょっとなすすべないようですね。そんな感じになりましたよね。
これがつながらない。中来てるぞ、来るか、おっと再び オープンスペース、さあ前に誰がいるのか、上げる、さあどうだ、キーパーキャッチします、カウンターを仕掛けていきます、ボールは渡る、クリアされます、40分になります、後半40分、トルコ、まさかこのような展開になるとは思っていなかったんでしょうね。ちょっと残念なゲームになってますけど、何かこうワンアクション欲しいですよね、次の試合のためにも。修正が整っていないようです。今行きますよ、これは長すぎました。さあ一気にカウンター、おわっと来た、入った、右足、後半のスタイムです、フランスさらに突き放しました。これでハットトリック、この辺の積極性がね素晴らしいですよね。スタジアム中が大歓声で揺れています。いやー、北澤さん、もう試合も終わるというところでいい場面が見れましたね。そうですよね、本当にね最後までちゃんと戦ってますよね。さあフランス、どこまで点差をつけるか注目です。セミンカヤ、エムレ・ベロゾール、ラストチャンス、試合終了、フランス勝ちました。完璧な試合運びを見せてくれました。しかし北澤さん、今日の試合どのようにご覧になりましたか。そうですね、差がついてしまいましたよね。フランスとしては申し分のない試合だったと思いますから、もう大満足でしょうね。はい、さあそして試合終了後のデータです。実況はジョン・カビラがお届けいたしました。それではフットボールファンの皆さん、皆さんこんばんは。フランス対日本、この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。よろしくお願いします。さて北澤さん、今日はどんな試合になるんでしょうか。はい、そうですね、両チームとも本来いろいろと仕掛けられるバリエーションありますからね、そういった意味で期待できる試合がありますよね。はい、そしてディフェンスラインの崩し方、切り込み方などにも注意してみたいですよね。フランスとしては立ち上がりから一気に来る可能性もありますよね。なるほど、
好ゲームを皆さん期待しましょう。キックオフです。果敢に攻める、かろうじてクリアしました。コントロール前線へ、これは合いませんでした。フランス真ん中から上がっていこうというところ、柿谷、フォロー遅いですね。どうだ、清武、前半入ってまだ間もないところ、フランスこの立ち上がりいかがですか。だいぶリラックスしてね、試合進めてる感じがしますよね。はい、押し戻した、もっと上が上がっていました。これ旗上がってましたね。やや飛び出しすぎたようです。日本ドリブルで上がっていく、狙ったボール、なんとかクリア、遠藤ミドルで来る。しかし北澤さん、遠目から思いっきり打ってきましたね。そうですね、ここはねリズム変えようとしたのかもしれませんね。一人で持ち上がっていく、右サイド上がっていく、右サイド待っている、ボールはクリア、奪われます。さあ中から行きます。エブラ、一人持ち上がっていく、正面に二人入っていきます、シュート、ゴール、フランス先制、素晴らしいゴール、勢いのあるシュート決めた。しかしドリブル突破から大きなチャンスを生んでうまく決めてきました。いや本当にうまかったですよ。ああいうのやられるとどうしても引きつけられちゃうんですよね。フランス先制しています。まあね、1点先制しましたけどもね、安心すぎると一気に返されることもありますから、その辺は注意したいですよね。渡しません。さあ動きが速くなる、吉田、あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。前線へダイレクトにつなぐ、中央へボールが出てきた、ちょっと当てる選手が少ないか、おっと危ない、惜しい、フランス今のところ1点リード。先ほどから見ているとだんだんとこう中盤をうまくコントロールしていますよね。はい、運動量も増えてきましたよね。残念だ、ここまで持ってきたんですが残念でしたね。いや外れましたけどね、
これが次へのきっかけになるかもしれませんよ。ベンゼマ、前線です。おっと強すぎましたね。今野、左の外からクロスが入る。吉田、右へ振ります。長谷部、清武、パスです。右、カバイエ、フランス。今のところ順調に試合を運んでいるように見えますが、どうでしょう。そうですね、まだ流れは変わってない気がしますね。決まった、前半ロスタイムです。フランスリードを広げました。引き足で決めた。サポーターが沸いています。ゴール前、しかし一人で切り込んできました。やはりね、ゴール前でそれだけ自信が、いやでも本当にいいところで取りましたよね。遠藤、長谷部、今野、ここで前半終了。しかしこの追加点驚きましたね。このまま終了しそうな雰囲気もありましたからね。そうですね。ですが相手もまだまだスピリット旺盛ですからね、後半期待したいですね。そしてこの前半戦のデータをもとに軽くお話をしますと、フランスリードはしているんですが、攻守のこのエリアの使い方という意味では少し偏っているようなデータが出てますね。そうですね、自分たちの攻撃パターンを生かしてうまく得点に結びつけてますよね。はい、後半どういう試合展開になりますでしょうか。前半を終えて2対0、フランス2点リードで折り返します。後半スタート、フランスエンドが変わって右から攻めます。その反対側が日本、中にいる選手が少ないぞ。守備陣弾き返す。さあフランス、今日初めてのコーナーキック。さあ選手の動きに注目ですね。前線には誰が張っているのか、中がちょっと寂しい。キーパーと1対1狙ったボール、フランスコーナーキックが続いています。またチャンスになります。流れが来てます。際どいコース、これはゴールキーパーよくキャッチしました。遠藤、ダイレクトで送る。勝っています。今行ってますよ。パスが通る、ここでクロスが入る。どうだ、ここは一難逃れます。長谷部、日本真ん中から上がっていこうというところ、ファールを取られます。選手たちちょっと気が立っているようです。フリーキックです。
時計は後半の15分を過ぎました。さあカウンターを仕掛けます。シュート、今のが入っていればもう3点差となっていました。そうですね、完全に身動き取れなくなってしまうところでしたよね。右側、これはオフサイドではない。クリアしました。中に誰もいない、中に一人いる。おっと来ましたね、フランス5度目の一発、黄金の右足、場内が大歓声に包まれます。気持ち的な余裕といいますか、リードしている方のプレーが勝った、そんな感じですよね。さあフランス2点、そしてさあ3点差のついた試合となってしまいましたが、いかがでしょうか。そうですね、試合運びと気持ちの両方で差がついてしまいましたよね。抜けてきます、内田、高い守りです。左サイドから持っていく、シュート、精度を欠くボールでした。ですが北澤さん、今の攻撃なんですが、最後はドリブルで持っていきましたね。そうですね、積極的に行きましたよね。ボールを奪われます、フランス、中央上がっていきます。サイドへ出した、どうだ、これは危なかった。いやー北澤さん、もう本当そのまま行きそうな感じだったんですけれどもね。良かったですよね、ああやって前に出していくことによって相手を引きずり出す効果もありますからね。ですよね。ここで選手の交代があります。ここからカウンター早いでしょ、ボールを奪いましたよ。来るか、ゴール、フランス5度目となるゴールでしょうか。左足で決めます。サポーターが湧いています。でもうまく持ち込んで決めてきましたね、見事に突破してきましたよね。そうですね、フランス4点差をつけています。日本としてはここまで予想してなかったかもしれませんね。4点差でしょう。日本ここで選手交代の動きを見せています。シュート、決まった、5点目、後半35分です。フランス突き放します。大歓声が響き渡ります。最後は落ち着いて決めてきました。いやー、いいシュートだったと思います。5対0、ワンサイドゲームになってしまいました。右サイドに流します。渡さない、パス、つながります。日本まだ得点がありませんが、ちょっとこの展開は予想できなかったですね。今日はちょっと噛み合ってなかったですけど、このまま終わってほしくないですよね。ちょっともったいないですよね。渡ります、シュート、コーナーキックに変わります。ここは大事にいってほしいですよね。大きいぞ、ヘッド、
スのわずかに左。危なかったですね。やはり最初のボールコントロールでほとんど決まっちゃいますからね。フランス絶好のチャンスでした。ここで選手の交代があるようです。ここで奪う、一人上がっています。かろうじてクリアしました。アディショナルタイムは3分という表示です。ボールは奪われます。滝谷、ボールを奪われます。さあ中から行きます。右に坂井、試合終了の笛が鳴りました。フランス大差で勝ちました。しかし北澤さん、今日の試合ですがどのようにご覧になりましたか？そうですね、差がついた試合になりましたよね。フランスとしては本当に嬉しい勝利となりましたよね。素晴らしかったです。はい、そして試合終了後のデータを少し見てみありがとうございました。